松木美優の本気でみゆみゆ。皆さん、暑いです。松木美優です。8月です。暑いですね。というわけでもう夏も真っ盛りな松木美優な感じなんですけれども、はい、今これをきっとほとんどの方はお家で聞いてくださっているのではないかと思うんですけれども、やっぱりエアコンはガンガンつけていらっしゃいますでしょうかね。本当はね、喉とかにあんまり良くないから私もつけてはいけないんだろうけれども、寝るときはね、やっぱり窓を開けて寝るのもちょっとね怖いから、どうしてもエアコンに頼ってしまうじゃないですか。だから寝るときもね、つけては消し、消してはつけ、つけては消しの繰り返しで、でももうこれぐらいの季節になるとエアコンでも私足りなくって、気づくと絶対朝起きたら真っ裸かなっちゃってるんですよ。毎年毎年もう一人暮らしだから誰にも見られないと思って、だいたい寝る前はね、Tシャツとかキャミソールに短パンなんですけれども、もう起きる頃には下着すらなくなってて、女性として私はこれでいいのだろうかとなんか疑問に思う今日この頃なんですが、そう、最近思うのは、このね、真っ裸のままもし今ね、家が火事になったりとかしたら嫌だなと思ってこの人一人で真っ裸で何なんだろうとか、助け出した人に思われたら嫌だなと思って、最近はちょっとね、何かあった時のために下着ぐらいはつけて寝ようかなと思っております。さて、この番組松木美優の本気でみゆみゆは、私松木美優が何事にももう本気で取り組んでいって、皆さんにもこう本気で聞いていただいちゃおうという本気本気尽くしな番組になっております。ちなみに今日はですね、今さっきコンビニで買ってきたこちら、ショートニャンコちゃんという、突然なんですけれども、ぬいぐるみちゃんと一緒に今お届けしております。ショートニャンコちゃんとはですね、ショートケーキと猫が一緒になったというすごく不思議なぬいぐるみなんで、ね、ね、ショートニャンコちゃんね、はい、何も返答がないところで今日も本気で行かせていただきたいと思います。それではまず皆さんからのメールをですね、今日はたくさんたくさんご紹介したいと思うんですが、ですね、まず、この方です。読めないベニーカズチさん、高麗さん、なんて読むんだろう、糸編に工事のコーナーの口紅の紅に雷と書くハンドルネームの方からいただきました。今度読み方も教えてください。じゃあ一時的に高麗さんからです。はい、この放送が始まって以来楽しみに待っていました。ありがとうございます。思えば TBS の魔人から始まり、ミッシングブルーのラジオとマッツンのラジオを聞いてきました。今回も今までのラジオの通りにいっぱいいっぱいなトークを期待しています。これからも頑張ってくださいね、ということでいただきました。ありがとうございます。あ、そんな前から私めのラジオ聞いていただいているなんて、とっても嬉しいです。あ、そうそう、そういえば TBS の魔人学園論というラジオといえばなんですけれど、この間ね、そのラジオを撮っていたスタジオに別のお仕事で行ったんですよ。で、別のナレーションのお仕事で行ったのに、やっぱりそのスタジオのミキサーさんって、そのね、いろいろ音の調整をされる方とか、あれ今日どうしたのとかみんなに言われて、いや今日はちょっと魔人じゃなくて別の仕事でとか言って、でスタジオに入って、でそのナレーションのお仕事のスタッフの方たちは何もね、魔人のラジオとか知らないのに、そのミキサーさんがこうスタジオに入って、じゃあ私さ読もうかなってしてるところで、じゃあ、テスト女教師みゆでお願いしますって言われて、いやーっていう、はい、ね、知らない方も多いと思うんですけれども、女教師みゆというコーナーのとても色っぽい先生のコーナーがありまして、はい、そのね、ネタだったんですけれども、魔人ラジオもいろいろ爪痕も深く残っておりますが、はい、高麗さんもですね、この本気でみゆみゆも私頑張って楽しくしていきたいと思いますので、メールどんどんください。そしてハンドルネームの読み方も教えてください。はい、続いてです。山梨県のラジオネームレイさんからです。はじめまして。はじめましてです。突然ですが、今回は松木さんに相談があります。
私は猫を一匹飼っているのですが、最近その猫ちゃんは私のパソコンデスクの椅子の上で眠ってしまうのです。とても可愛く気持ちよさそうに寝ているので、起こすのがかわいそうで、いつも椅子なしで パソコンを使う羽目になってしまいます。このままでは落ち着いてこの番組を聞くことができません。こういう時は起こした方がいいのか、それとも起こさない方がいいのか、どっちの方がいいと思いますか？松木さんならどうするか教えてください。それではこれからもずっと松木さんを本気で応援していきますので、頑張ってください。ということで、レイさんありがとうございます。そうね、猫ちゃんは本当に、うちのポンタもそうなんですけど、やっぱり居心地がいいところでね、いろんなところで寝るから、私も座椅子に座ってね、iBook でパソコン持ってるんですけど、あんまり使ってないんですけど、で、座椅子に座ってても、ちょっとおトイレとかに立ったりして、一瞬座椅子を離れると、いつの間にかそこで丸まって寝てたりしますよ、しますよ。でも私はそのままにするなぁ。どうなんだろうね。でも起こしちゃってもすぐまた別の場所で寝るから大丈夫だとは思うんだけれども、うん、私はいつも起こさずに、私が移動してこう座椅子の横でしゃがれたりします。じゃあレイさんもね、まあパソコンデスクっていうことは、なんだ、デスクトップを使ってだから、パソコン移動するわけにもいかないしね、どうしたらいいんだろう。まあね、やっぱり猫ちゃんを大事に、あ、椅子をもう一個買えばいいんだ。そうだ、それで猫ちゃんの隣でパソコンを使うっていう感じでどうでしょうか。解決になってないかな。後日談もまたレイさん教えていただけたらと思います。猫ちゃん今度名前とかも教えてくださいね。はい、ではどんどんさらにご紹介していきませう。はい、わ、すごい、大分県の方からです。ペンネームブースさんから、みゆみゆこんにちは。こんにちはです。放送を聞きました。相変わらず噛んでましたね。でもそこがみゆみゆらしくていいです。次回も頑張ってね。放送必ず聞きます、ということで。ありがとうございます。嬉しいです。でもね、次回は噛まないように、次回はじゃない、今回からね、噛まないように頑張っていきたいので、ブスさんも見守って、聞き守っていただければと思います。はぁ、あれ、私そんなに噛んでたかな、ドキドキ。じゃあ次に行きましょう。じゃあ広いおお規制を発してしまった。広島県広島市にお住まいのひろっこきらりさんからです。お、同居だ、同居。はい、みゆみゆはじめましてです。はじめまして。何かとにかくハイテンションで大変そうですね。箱みたいな個室で誰もいないところで放送してるとは、要するに本当に一人じゃん。他のお二人もそうなんですか。すごいですね。僕だったらそんなところでハイにはなれないと思います。みゆみゆ頑張らにゃいけんど、かっこ広島で7年ほど大阪にいたので、正しいかどうかはてんてんてん、ということでいただきました。ひろっこきらりさん、ありがとうございます。ちなみに頑張らにゃいけんどってどうなんでしょうね。私だったら頑張らにゃいけんよって言うんですけど、ね、広島弁って言ってもやっぱりそのね、島とか地域とかでちょっと変わってくるから、いけんどでも合ってるところがあるのかも。うん、なんか久しぶりに頑張らにゃーとか聞けて嬉しいです。はい。あとね、箱みたいな個室で、そうなんですよ。前の放送でも言ったんですけれども、今私がこの喋ってる場所はね、本当にね、本当にね、なんかね、すごいね、圧迫される空間で、すごい、うん、怖いところで喋ってるんですけれども、喋ってるとどんどん酸欠になってきて、余計ハイになれるという、いいプラスの相乗効果もあるので、この調子でどんどん皆さんにお届けできたらと思います。ということで、ひろこきらりさん、どうもありがとうございました。広島、あ、ちょっと読めないけど、あなたが住んでいる場所はめちゃめちゃよく知ってる場所です。あ、いとこがね、そこに住んでたんだよと言いながらも、はい、広島からのお便りもありがとうございました。というわけで、この辺で本気で CM です。マシンに負けない超びっくりなヒューマンクリエイターを育成する代々木アニメーション学院の実力教育は今が旬。岩根流21世紀極秘サクセスの術を徹底伝授。見て聞いて触れる無料一日体験入学や学院無料説明会を充実。ただいま平成15年度生入学願書受付中。お申し込み、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-310-042
0120才能を世に、ホームページ www.yag.ac.jp。 あなたの才能発揮どき。松木美優の本気でピューミュー。皆さん、本気で聞いていただいておりますでしょうか。ということで、まずはこのコーナーから行ってみましょう。ミユミユの本気で三段活用。世の中には様々な三段活用が存在しています。現在形、過去形、未来形ですとか、純です、長作です、南ハローでございます、マルシーレッツゴー3匹ですとか、デブベラベロですとか、まあいろんな三段活用にですね、鋭くメスを入れまして、皆さんに本気で新たな三段活用を作っていただきたいということでですね、はい、こんな感じでコーナーの趣旨は伝わっているのかということで、もう早速メールが届いておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います。このお部屋で私はもう酸欠状態です。いきます。ラジオネーム海中ジルコさんからです。ツッコミの三段活用。1、そんなわけないでしょ。2、なんでやねん。3、鹿かよ。え、これ本気で意味がわからない。え、海中ジルコさん、え、鹿かよの落とし方の意味がわかんないよ。え、今度本当にこれの説明が欲しいなと思う。あ、月見ゆです。海中ジルコさん、すごい気になるのでお願いします。あ、海中ジルコさん、もう一つ三段活用ネタ書いてくださいましたので読んでみたいと思います。いきましょう。難しさの三段活用。1、初級。2、中級。3、おばきゅん。はい、ね、頑張ろう。次行きます。はい、息も切れる中年。次はですね、ハンドルネーム、おいかわさりさんからです。いつもありがとう。独身男性の台所に欲しいもの。1、フライパン。必要ですね、これはね。2、電子レンジ。これはかなり便利ですよ。ぜひご用意していただきたいと思います。3、料理のうまいか。はい、ということでですね、欲しいですね、それはね。うん。あ、お、みゆみゆはオムライスが得意料理とのことですが、普段から料理はされますか？それでは、バイミューということで、あ、かわいい、バイミュー。はい、いただきました、及川さりさん。料理のうまい彼女はね、誰でも欲しいですね。私も、料理のうまい彼氏が欲しいな。まつきはオムライスはね、簡単にちゃちゃっと作る。なんか手の込んだね、最初からソースも何も全部自分で作るとかじゃないんだけど、簡単料理ですね、私がやるのは。ですので、及川さんのご期待には添えないかもしれないんですけれども、こんな私、よろしければ、見捨てずにこれからもよろしくお願いいたします。ということで、本気で三段活用はここまでかな？はい。というわけで、みゆみゆの本気で三段活用では、皆さんからの本気のメールをお待ちしております。もちろん合言葉は、先導メール、クリッククリックです。みゆみゆの本気で不幸自慢。さてさて、続いてのコーナーですね。あなたの不幸な体験や身の上話を伺いつつ、本気で一緒に悲しもうという、とても後ろ向きなコーナー、今日も行ってみたいと思います。それではメールご紹介していきましょう。東京都にお住まいのダイナマン NT さん、いつもありがとうございます。去年の8月のことですが、4年と3ヶ月勤めていたアルバイト先を突然リストラされてしまいました。ひどい。で、今年の2月に新しいバイトが決まった約半年間の間に、実に13件もバイトの面接に落っこちました。今では半分笑い話にしてますが、年の瀬に仕事がなかったのは初めての経験でしたので、さすがにへこんでしまいました。ということで、ダイナマンさん。それは、辛かったね。ねえ、でもね、新しいバイトが決まってよかったね。ああ、でも4年以上も勤めてたのにそんな突然辞めさせられるってあるんだ。すごい嫌だ。
私もですね、昔ですね、すごいブルーな思い出があって、あのね、東京に来て、でお正月とかって実家に帰るじゃないですか。で東京に来て、もちろん学校も行きながらバイトもしながらなんですけれども、お正月にね実家帰って、1月3日か4日にこう戻ってきて、自宅に来てる年賀状をこう、あ、なんとかさんからも来てる、なんとかさんからも来てるって見てたら、その子になぜかバイト先から封書が来てて、えっと思ったら解雇通知だったことがあはははは、だって、ありまして、え、お正月に、ホワイトをクビになった松木美優伝説はいっぱいありますよ。私もダイナマンさんに負けないですよ。ねえ、でもね、バイトね、クビになるとすごい不安で、その時ものすごい白髪とかがね、バーッと出たりして、私もすごい辛かったですよ。夜も寝られなかった。でも、ね、大丈夫、ダイナマンさん、新しいバイトも決まったし、ね、終わりがあれば始まりがあるということで、まあ、結果オーライで前向きに行きましょう。でも本当に、ね、でも頑張ったね、よく耐えたね、ということで、ダイナマンさん、今日もメールありがとうございました。ということで、次行きましょう。よいしょ。ラジオネーム、織姫さんからです。みゆちゃん、こんばんは。かっこ。この番組の収録が朝や昼なら帰ってください。あらら、わざわざありがとうございます。福岡島ですね。7月7日、つまり七夕なんですが、仲間4人で温泉に行ったら、私だけ同性愛者に会ってしまいました。露天風呂なのですが、私が温泉に浸かっていたら、私をじーっと見つめ、なぜか前を隠すタオルを、ねじり鉢巻きにして仁王立ちしているんです。その方が温泉に入ってきて、私の隣に座ったその瞬間、私の太ももの下から手を忍ばせてきて、あちゃーまあ触られる前にその場から逃げたのですが、結構しつこく追い回されました。友達は全然気づいてなかったみたいで、もう最悪でした。まさか自分が彦星様ではなく織姫様に間違われるなんて、ということでいただきました。織姫さんはね、ちょうど前回もあのサーフィンの話でメールをいただいているんですよね。そんなね、こんなすぐにまた不幸なことがあって、あといった感じなんですが、でも触られる前ならよかった、よかったよ。あのね、私はです、なんで私こんな張り切ってるんだろう。私ね、ちょうどこの間、あのね、渋谷の駅をこう歩いてたんですよ。人混みの中をお仕事でスタジオに行くのに、あーとか言って歩いてて、ちょうど暑いからノースリーブのお洋服を着てたんですよ。で歩いてたら、前からちょうど正面から来る男の人が急に私とすれ違う前にパッと右手を上げて、えっと思った瞬間に二の腕をむにゅーって握られて、と思って、そのまま何事もなかったようにこうスーッと行かれて、これは私悔しかったです。だって明らかにちょっとした痴漢なのに二の腕だとね、あ、この人痴漢ですも言えないし、すごい悔しかった、私の二の腕を、ということでね、あの織姫さんは触られる前でよかった、うん、ということで、次回はもう気をつけて、サーフィンも温泉も気をつけて生きていきましょうはい、ということで、みゆみゆの本気で不幸自慢では、皆さんからの本気の不幸メールお待ちしております。もちろん合言葉はセンドメール、クリッククリックです。音楽栗原まさき、演奏クリコーダーポップスオーケストラによるテレビアニメアズマンガ大王のオリジナルサントラ第1弾が好評発売中です。オープニングとエンディングテーマのテレビサイズも追加収録してますよ。そよ風のロンドから1年、これからもずっと見つめてほしい。影山博之プロデュース、野川さくら、星の降る丘、8月7日オンセール。さてさて、皆様本気で楽しんでいただけましたでしょうか。はい、今日も終わりの時間が近づいてまいりましたが、今日ね、ちょうどあの広島弁の話になったんですけれども、そう、 CM 中に一つ思い出したことがあって、前ね、NHK さんかどっかのあのドキュメンタリー番組を見ていて、広島のね、
結構おしんさんがインタビューに答えていらっしゃって、でもちろんめちゃめちゃ広島弁でお話しされてて、私はもちろん聞き取れるんですけど、下にね標準語のテロップが入っていたことがあって、それはちょっとショックだった思い出をちょっと今思い出しつつも、はーい、そんな感じで今日もお送りしてきましたが、では最後に私松木美優情報いってみたいと思います。テレビ東京系で放送中のわがままフェアリー見るもでポーンという番組で、ピクモという役で出演していたりもするので、もし出ていた回などを見た方は、おー松木頑張ってるなーなんて思っていただけると嬉しいです。そして、おなじみになりましたキッズステーションで放送中のアニメパラダイスという番組の中でトラッツのコーナー頑張っておりますので、皆さんこちらで松木美優ともどもコミックランキングともども虎の穴さんともどもチェックチェックいたってチェ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 していただければと思います。壊れてきたぞということで、いかがだったでしょうか、松木美優の本気でミュウミュウ。この番組では皆さんからのメールは命です、本当に命です。メールアドレスはアルファベット小文字で info@anista.tv です。このインターネットラジオのページの下の方にですね、先ほどから申しておりますが、センドメールというボタンがあるので、それをクリッククリックとしていただきますと簡単にメールできるようになっております。件名のところに必ず番組名、松木美優の本気でミュウミュウ、または各コーナー名のミュウミュウの本気で三段活用、ミュウミュウの本気で不幸事案などと書いていただければ、すごい嬉しいです。そしてもちろんコーナー以外のですね、私への応援メッセージですとか、ご質問、そしてあなたの近況報告、そしてキラッと光るネタなどもどんどんご紹介していきたいと思いますので、メールをいただけたらもうすごい嬉しいです。今私の手元にいるショートニャンコも嬉しいですね。はい、何も返答がないところで、はい、そしてですね、メールをくださった方の中から毎回1名様に抽選で私のサイン入りポラロイド写真プレゼントさせていただきたいと思いますので、嫌だと言っても送りますので覚悟しておいてください。そして今回の当選者は、ダダ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 、じゃじゃーん、広島市にお住まいのひろっこきらりさんに決まりました。おめでとうございます。サザエでございます。はい、ということでお送りいたしますので、ぜひぜひ受け取っていただけたらと思います。そしてこのアニスタ TV では、このラジオ以外にも内容充実、動画コメントも盛りだくさんのイベントカレンダーですとか、イベントリポート、そしてここだけにしかありません、アニスタオリジナルグッズが購入できるショッピングサイト、そしてメールマガジンの配信サービスなどもやっておりますので、ぜひぜひクリッククリックして、お気に入りのコーナー見つけてくださいといった感じでですね、今日も終わっちゃう、寂しいけれども、次回も本気で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、次回の放送なんですが、次回はアニスタ TV 開設記念イベント総劇の模様を、お送りしたいと思います。8月15日更新予定になっています。お楽しみに。ということで